歌マップをご覧の皆さん、どうも、サウシの椎名と永谷です。本日ですね、まあこの動画を見てる方が本日かどうか分かりませんけども、はい、今こう7月の24日ということでございまして、はい、僕たちの11年ぶりとなるオリジナルアルバム、はい、しかもね、もう7枚目か、はい、オンの発売日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、まあちょっと、はい、歌マップを見てるみんなに軽く自分たちのあれを説明すると、うん、そうですね、2010年にね、うん、一度サービスというのは解散しまして、はい、そして2018年に20周年迎える時に戻ってくる、はい、でさ、俺これポイントなんだけどさ、はい、12年間活動してて8年休んでたのに、うん、20周年おめでとうってどうなの。だから、いや別にそれはいいんじゃないですか。それいいのか、8年間休んでましたっていう話で、まあ、2人がまあ別の山にいて、あ、出た、山から落ちてきたって言ってたそうそう、で、まあ、地上に戻ってきたということで、あ、まあ、20年20年という、ね、そういう形で、そうですね、山から降りてきました、はい、ということで2010年に解散して2018年に再始動して、そして2019年ついに、オリジナルアルバム、オンです、はい、リリース、どうでしたアルバム。そうですね、制作は本当に順調という。そうだね。だからこの暗礁に乗り上げるっていうのはなかったよね。そうですね、まあ今回はですね、まあたくさんのこうミュージシャンだったりとか、はい、まあほぼそうですね、こう気が触れたじゃないからね。気が触れたはちょっとまずいからね。気が知れたあの、まあミュージシャンたちと、はい、まあだ僕たちもだってもう42、まあ、今年、はい、まあね、一つ年を取っていって、はい、まあこうなんていうんですかね、こう円熟味を少しこう増した、なんていうのか、こう演奏だったり歌だったりが収録できたんじゃないかと思うんですよね。ちゃんと今の、まあ、自分たちの音を、取れたんじゃないかなと思うし、はい、だけどその中でもちゃんとこう勢いというか、元気というか、そのもともと持ってるサービスの皆さんが描いてるイメージって、やっぱ元気とかやっぱパワフルというかあると思うんですけど、そこに負けないぐらいのものは作れたんじゃないかなと思ってます。なので過去少しサービス知ってたよ、ああ卓球ネタにされた方たちねとか、あのいろんなどこで僕たちのポイントをね知ってくれてるか分かんないけども、ちょっとでもあなんだちょっと気になったなと思う方はぜひね、そのアルバムオンを聴いていただけたら嬉しいなと思います。あとプロモーションビデオの方も、Is Life Beautiful と、僕たちの声が、まあ、90秒ですけど、ありますので、ぜひ、お試しって感じでね、見てもらえればいいね。いはい、そして、この、まあ、本日発売日ですけども、その3日後からはですね、ツアーが始まります。On Two As One という、ツアーなんですけど、このツアー自体が僕たち11年ぶりのツアーということで、バンドライブですけども、意気込みは。そうですね、もう体力勝負です。そうだね、こればかりは、体力勝負なので、まああと、まあ、夏なのでね、まあ、皆さんもね、あのこうなんていうのかな、脱水症状とかならないように、それでもこれ本当にね、冗談で、ね、そういう水分補給をしながら、みんなで楽しいライブを作りましょうと、夏のパーティーって感じで盛り上がれればいいなと思ってますので、ぜひ、お近くのなんか会場があればね、遊びに来てほしいなと思います、ということで、ではまたお会いしましょう。サウシの椎名と永谷でした。どうも。